中国の南シナ海での大暴走しているとの情報をキャッチしました。今回はフィリピンも切れる南シナ海での大暴走と人工島奪還を詳しく見ていきます。アメリカ偵察機を妨害する中国軍やフィリピンが手遅れ一歩手前で気づきましたね。香港になるところだよ。2023年5月26日、アメリカ国防総省は、南シナ海上の国際空域を飛行していたアメリカ空軍の偵察機 RC-135 に対して、中国海軍の戦闘爆撃機 J-16 が、その飛行行動を妨げるため、危険な威嚇飛行を行ったと発表した。当該のアメリカ空軍の偵察機 RC-135 の操縦席から、その時の状況を収めたとされる動画も証拠として公開されており、同機の進行方向をかすめて飛行した J-16 との最大接近時の距離は、わずか122メートルほどだったとされている。アメリカ国防省側では、当該の偵察機 RC-135 は、国際法に照らして、それを遵守する飛行を行っていたが、中国海軍の戦闘爆撃機 J-16 が、極めて危険な威嚇飛行を仕掛けてきたとして、その行動の異常さを非難している。一方の中国側の駐米中国大使館の劉報道官は、アメリカ側が中国に対して常態化させている、極めて至近距離での挑発的な航空機による情報収集活動こそが真の原因であると述べ、いつもの両国間での非難の応酬が繰り返された。こうしたアメリカと中国との軍事的なニアミスは、南シナ海事態を両国がどのように捉えているのか、という根本に大きな齟齬があるため、今後もエスカレートすることは、あっても沈静化することは考えにくだろう。アメリカは、南シナ海の大半を国際的な公海であり、その上空も国際法上の国際空域だと見さして、艦艇や航空機の往来を実施させているが、中国は一方的にその大半が自国の領域だと主張して譲る気配など微塵もない。中国は自国が九段線と称する自らが引いた9つの線によって構成される領域の内側すべて、つまりは大半の南シナ海は自国の勢力圏内であるとの一方的な主張を根拠に、その支配の常態化をなし崩し的に強めてきている。この九段線に関しては、もともとは中国大陸で、今の中国共産党軍とその支配をめぐって内戦を続けていた現、台湾、中華民国の国民党が、11本の線を南シナ海上に一方的に定義したものから、2本の線を削除したものである。実は、今も、台湾は、この南シナ海に一方的に引いた11段線内を自国の領域だとする主張を継続者しているのだが、中国ほどの軍事力や経済力の裏付けがないため、実際にそれを力でもって実効支配に移すというまでには至っていない。その意味では、台湾も潜在的に南シナ海への支配の政治的な願望を取り下げてはいないものの、それを実行に移すだけの力を有していないだけとも言え、そばから見れば、いい加減、かつての中国の王朝を自らが継承したという幻想を破棄すべきではないとも思える。南シナ海の中国の九段線の主張をめぐっては、中国とその点では、対立しているフィリピンが、オランダのハーグに置かれた、常設仲裁裁判所に対して、国際連合の海洋法条約を根拠に、中国の在り方の是非を問うた。常設仲裁裁判所は、このフィリピンからの訴えを吟味した結果、2016年7月に、中国の九段線や台湾の11段線には、国際法に照らした根拠がないという結論の裁定を行ったが、無論や中国や台湾は、その裁定を受け入れてはいない。
また、この件で興味深かったのは、フィリピンが中国や台湾の主張の正当性を崩すために、常設仲裁裁判所に願い出たにもかかわらず、当時の同国のドゥテルテ大統領は、裁定の結果で中国を非難することはせず、むしろ協調を図る政策を推進した点だ。これは、かつてアメリカの植民地という状態に置かれていたフィリピンのドゥテルテ大統領にとって、南シナ海をめぐる中国の九段線の主張は政治課題であるものの、安全保障面において中国に組みすることを良しとした形に見えた。フィリピンにとっては、植民地時代の名残としてアメリカ軍基地を国内に置くことを許容してきた歴史があったが、中国が経済力、軍事力ともに台頭する時代にあって、アメリカから離れ中国の傘の下に入ることを選択したとも取れた。こうしたフィリピンの在り方には多くの議論があるとは思えるが、太平洋戦争でアメリカをはじめとする連合国に敗れ、その後は一貫して率先してアメリカを唯一の同盟国として振る舞う日本の姿勢とは歴史背景の相違が感じられる。さて、そんなフィリピンと中国との関係だけを見ても、日本からすれば一言では表現することが困難な状態にある南シナ海の周辺諸国だが、この2023年6月7日にはインドネシアのリゾート地で巧妙なバリ島において ASEAN の軍首脳の会談を行った。 ASEAN は東南アジア諸国連合の略称であり、同地域の10カ国、ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムによって構成されている。今回行われた ASEAN の各国の軍部の首脳が参集した会議では、この2023年9月中に、構成国である10カ国すべてが、南シナ海の南部海域における合同軍事演習を実施することに合意したとされており、対中国を睨んだ動きの一環と目されている。ASEAN 諸国の中でも、フィリピンをはじめ、ベトナムなども、中国との南シナ海での島嶼部や海域の領有権をめぐる対立を抱えており、今後も生起する可能性のある武力衝突を念頭に、自国の置かれた安全保障を確保する目的があると考えられる。中国の九段線をめぐっては、ASEAN 諸国10カ国のの中でも最大の人口を有し、今後の経済発展が世界的にも注目を集めているインドネシアも、常設仲裁裁判所の2016年に裁定を支持し、中国に国連の海洋法条約を遵守することを求めている。ただし、インドネシアもフィリピンと似た部分があり、中国から潜水艦などの兵器購入を行うなど、政治的、経済的な面での結びつきは決して小さくはなく、決して全面的に対中国強硬策を標榜しているとは捉えられないだろう。ただし、大枠で考えた場合、中国が一方的に主張する九段線を認めることは、南シナ海の大半をその支配領域として認めることを意味するため、その点においては、ASEAN 諸国の利害関係は一致しており、今後の合同軍事演習には注目が集まる。しかし、この ASEAN 諸国10カ国すべてが参加を打ち出した合同軍事演習の内容についても、それは南シナ海上における警備活動や海難事故に対する救難、救助活動だと表明しており、それらの面での各国の連携の強化が目的だと述べられている。このあたりの目的の文言を見る限りにおいては、あからさまに中国を軍事的に刺激するような表現は抑えていることは明白であり、チャイナマネーとよく表現される中国の影響力からの脱却とは一概に判断することは正確ではないだろう。ASEAN 諸国では、
こうした合同軍事演習の計画が発表される中、この6月1日から7日かけては、アメリカの沿岸警備隊、日本の海上保安庁、フィリピンの沿岸警備隊の船舶による、フィリピン、ルソン島南方海域での海上警備行動の合同訓練が行われた。その中で6日に実施された合同訓練の一部は、マスメディア各機関にも公開され、大量破壊兵器を積載した不審船が出没したという設定で、これをフィリピン沿岸警備隊が中心となって制圧を行い、逃亡を図った乗組員らを確保するシナリオが実施された。フィリピン沿岸警備隊の報道官は、こうしたシナリオのような今後の世紀が想定されうる状況に対して、アメリカや日本との連携の強化が必須であるとコメントしており、尖閣諸島を抱える日本にとっても、まさに喫緊に課題だと思われる。今年2023年2月に、フィリピンは、かつて、30年前までは、駐留を許可していたアメリカ軍基地を、再度使用可能とすることに合意。アメリカからすれば、台湾有事等に向けた、有力な軍事拠点をここに来て確保した形だ。フィリピンのアメリカへの軍事基地の提供は、同国の軍事的なアメリカ回帰の動きの象徴とも取れるが、一旦、1992年にそれが撤退した時と異なり、今や中国の軍事力が桁違いに周辺国の安全保障環境を悪化させていることの証左でもあろう。